あ、安いですよねみたいな感じですよね。決議をいいよ、うちの。ピンポン成分だって。メノーピンポンって何？綺麗だけどね。こういうのさ、どこに売ってんだろうと思わん。五色和金なんて売ってる？そもそも。ふっくらじゃん。うん、全部ふっくらか。土佐金ね、いないんだよね。綺麗だな。うん。東西とか分かれてるのか、年齢別で分かれてるのか。なんかあっちから見せるよね。うん。これ喧嘩したりするのかな。お前んとか太さが足りんとかつって、はあ、お前んとこだって肉量全然ねえじゃねえかとかつって、お腹では思ってるかもしれない。あ、お腹では実際はしない。はい、調味付き。金魚すくいやりたい、早く。でも金魚すくいやったら荷物になるか。一回大きい結果、車に。
あの子すごいね、これパンダ、これすごいね。すごい見事だね。目の出方もさ、少なめじゃん、うん、近く行こう。綺麗だね。桃だね。どれ？ハートすごいね、これ優勝だな。これ桃がすごすぎる。ハートだね。綺麗だな。あ、金魚すくい始まった？どう？始まってないかな？さっきまだ入れてたかも。褒めたらやっぱ跳ねちゃうから、こうやってなんかやったんや。あれ？興味ないのに取りにくいってなんかやだね。興味ないのに取りにくいってやだ。あ、さっきの最初のとこだな。デミピンポンもいるよ。
審査員補助の方、審査の準備もお願いいたします。東西か、東西だよねこれは、うん、こんなに大きくなるんだね。うん、気に入った？審査員の方、審査補助の方、本部席までお願いいたします。これいいね、これライオンヘッドっぽいな。芋錦って何名前つけてんじゃねえ、新しい芋錦って何だ。あ、芋錦だこれ本当に。わ、すごっ、何これ、何これ、超かわいいね。これ超かわいいね。これやばいね。これかわいいわ。これかわいいね。これなんかすごいね。やっぱさ、こういうレベル買いたいな。だってさ、ほぼピンポンパールじゃん、あれ。優勝だね、あれは。あ、浜西君ね。この辺撮ってないよね。撮ってない。そうそうそう。